ああ、本当についてないわね。こんなタイミングで大雨に遭遇してしまうなんて。ごめんね、指揮官。どうやら私たち不運にもしばらくここで雨宿りしないといけないみたい。雨がまだ降ってるけど、どこへ行くつもり？素直に私のそばにいた方がいい。傘を持ってたらよかったって？こんな土砂降りで傘が役に立つかどうかは置いといて、天より授かったこの二人きりの時間をもう少し楽しむ気はないのかい？どうした？服や髪がびしょ濡れになった？それはあなたも同じじゃない。水が滴るのはお互い様ね。インペロがこんな天気に出会ったら濡れるのもお構いなしで素足で外に飛び出していきそうね。引き止めようにも引き止められないぐらいに。雨の中の出勤でも結構だけど、雨が止むまで休んでいた方が楽な生き方ができるものさ。せっかく天気もサボらせてくれているんだ。素直に甘えた方がいいと思わないか？おや？普段じゃ見られないびしょ濡れのリットリオに見惚れた？実はな、今はそんな雰囲気じゃないって言いたいのだが。雨が止んだらお風呂に入ってゆっくりしようじゃない。指揮官、もしその気があるならこのリットリオと一緒に入るのはどうだ？このストッキング履きづら。諦めるのはまだ早いわよ、孤立や。指揮官様に振り向いてもらうにはこうするしかないのよ。指揮官様、仕事が多いなら手伝ってあげてもいいからね。絶対に孤立屋に行ってで、終わらなくても必ず一緒に居残るね。深夜まで続くお仕事、かっこいい上司の指揮官様、そしてこうしてはいられないわ。孤立屋、早く片付けて指揮官様に声をかけないと。任務が来たわ。あ、指揮官様、どれから先にこなすか選ばせてもらっても？指揮官様が報酬ばかりに目を向けて私が手伝ったことを見てくれてなかったら。別に大したことしていないわよ。そんなに褒めてくれなくても。指揮官様、作戦は大丈夫？安心して、いない間の事務作業はゴリツヤがしっかりこなしておいたわ。もしかして最近また肉がついて。ザラにサイズを見てもらった時にサバを読まなければよかった。あとちょっとすれば仕事から上がれるから、今日こそ指揮官様を誘って。え？今日は残業するの？指揮官様と二人っきり。このストッキングのことさえなければ指揮官様といい雰囲気になれてたはずなのに。
お仕事を教えてくれるの？むしろ助けてほしいの？そういうのが好きってどんだけ。もう知らない、この変態。この音はメールが来たよね。委託が完了したわよ。仲間をねぎらいに行かないの？一人で大丈夫なの？